はい、皆さんこんにちは、ちでございます。早くリサルやっていきましょう。もうすっかり、すっかりなんですっかりって言ったんだろう今なんですっかりって言ったんだろう、ちょっとわかんないね。やっていきますよなんですっかりって言ったんだろう。まあ、とりあえずね、すっかりかどうかは知りませんけど、花粉すごいですね、今年は本当にね。もう、大変になってます。で、ここどこ？ここどこだろうね。ちょっと日にちが空いてんで、まあ、敵の感覚、あ、4回か5回だね、これね。4回かな？ 3 回じゃない気がしますね。どこまで行ったんだろうね。ああ、これ間違いないわ。4回、5回あたりですね。キャストスプレッド寝ましょうね、と。ウクラルスさん、あんまないね。もうこれはね、ファイヤーじゃなくてボルト。ボルトで行っときましょう。はい、ノバリね。1、2、3、あ、飛んだかな。4、2、1だ。やっつききれないんだよね、これね。はい。あ、逃げてたね。あとは宝石を2つ拾うだけですね。あ、ここあれか。色変わるとこか。あ、そうだ、色変わるとこだ、ここ。あ、やっぱなんか天、ん？ここトラップある？これね、1、2。あ、違うね。なんかすごく天気が鈍い。天気？おうあとはもうここでチンタラチンタラやって探しましょう。あとあれですね。あれも欲しいところですね。宝石ね。2、3、4、ガタ。あ、あれしないといけないね。アタック、逃げるんでしょ。あ、わかったあ、しまったしまったなしまったこれ4メガでやってんだ。前回フラッピーのね、フラッピーのまとめをやったんで、4メガなんだ。なんか鈍いと思ってたら、4メガだとこんな鈍いんだね。どうし、あ、ハッピー嫌だな。ハッピー逃げちゃおう。ああ、逃げられない。もう決まっちゃった。1、1、2、3、4で、うわ、これ魔法食らうよ。あら、食らった。あ、食らった。もうやっつけちゃおう。あ、逃げてたね。さあ、しまったね。8メガに戻すの忘れちゃってた。まあでもいいですか。さあ、魔法も回復したところで、あ、そうだ。キャストスペルで、ウクラルスさん、ラブランプっていうのをもう一回使ってみましょうか。ああ、はい。これを使ってて、テレポートすると、なんかアイテムがあるとテレポートすると、なんか制御できるんだっけ？ちょっとごめんなさいね。ちょっとこれもね、ランプのせいはレベル6までの強力な魔法。あ、いや、うん。あ、戦闘中移動中問わず3回だっけ？ジェニーっていうの？あ、えらい、かわいい名前だね、ジェニーさんね。まあいいや。まずとりあえずジャンプやってみましょう。ジャンプ、あ、いや、 MP がなかったんだね。いや違うわ、ジャンプ使ったんだね。でまた消えちゃった。お、スペクター、やることシャーマン、あ、魔法使いだね。キャストスペル、あ、2が B ね。ノーバディね。はい、逃げていきました。さあ、これで回復して、あ、4メガだったら本当よくわかるね、その足踏みしてるのがね。やっぱ遅いんですね。さあ、じゃあもう一回、今度はテレポート使ってみますか。あ、いいか。ここでしばらく、あ、黒に変わっちゃったね。ここでしばらく、敵さん探そうっていう、敵さん探そうというか、あれだよね。ここでしばらく、道を覚えるのも、あれなんだよね。アイテムも取るのも、必要だけど、道を覚えるのっていうのも今の課題ですもんね。ちょっとやっていきましょうか。これどこなんだろうね。あ、
フハ、フハさん、1、B、2、B のまで、うわ、本当に鈍いな、1、2、3、4、1、2と。あ、でも、タイム1にしてるけど、見やすいですね。あ、これは、あ、そうだね、黒になってるからこうなってんだね。うわー、ハービーだ。これ逃げちゃおう。キャストスプレーね、1、6だったかな ?2、6ね、ノーバディ。1、2、3と。いやー、もうハービーたまんないね。これ、これでいいのだね。で、ここで向きを見ないといけないんですよね、私ね。どこなのか。あら?アタック。逃げ、あ、仕留めた、早い。で、黒い壁、今黒だから、これちょっと、キャストスペルね。1番で、ポインター。あ、サウスに向かってんの。あらサウスに向かってんのね。あ、じゃあここか。あ、じゃあ私完全に道間違えてるわ。完全に道間違えてるね。あ、カマキリだね。1、B、2、B、ノーバディ。しかしまだ、まだあれなんだね。なんて言うんですか?まだレベル上がるんだね。さあ、MP を回復していきましょう。キャストスペルね。1、B、2B ノーバディね。1、2、3、4、5。いやー、実はね、まあこれがね、流れる時にはもう決まってること、もう公開終わってるんですけど、三国志13ね、ココさんお亡くなりになっちゃいましたね。まさか処刑食らうとは思いませんでしたね。ちょっとびっくりしました。まあですんで、三国志13はまあ多分もうほぼほぼ今月中に終わりますね。あとファイアクリスタル2がいつ終わるんだろうね。ヒント、あ、そうだ、ヒントもね、あ、色変わっちゃったね。そうだそうだ、色変わった。あー、こっちに来てんのか。これダメなやつじゃない。色変わったんだったらこう行かないといけないんだ、私、私の順路ではね。こう行って、あ、これ前に来たらダメなんだね。で、左に行って、はいはいはい。こういう道順だね。うわぁ、リーパー。1B、2B、ノーバディ。さあ、もうね、魔法使いの育みと、まあ、アイテムだね。アイテムを手に入れる動画になっちゃいますね。あと、まあ、最近全然めっきりね、なんだっけ、スリーヤーとか、あ、そういうのが見かないんですよね。さあ、これアタックでいきましょう。1、2、3、4、5と。すごいのんびりしてるね、4メガだと。はい。のんびりとか、もっさりしてるね。雰囲気がね。よいしょ。よいしょ、あら、これ合ってるよね。あた、あ、やっちゃったかな。これで色がね、変わるはず。 1B、2B のノーバディね。1、2、1、2、1で、で、この感じでこれで元に戻ってきたと思うんですが、違った？うわ、またこれだね。またこれだね。2B ノーバディで。あ、いや違った。戦うつもりなんかなかったのに。またダメージ食らっちゃうかね。もう食らっちゃったら帰ろうか。ね、もうやばくなっちゃったら帰りましょう。これ多分あれなんでしょう。宝石は別に6階でなくても1階でなく、1階から6階どこでゴール続いてても3日だよね。ただ、あれですね、その、
どのタイミングっていうのランダムっていうのがね、長丁場になったね。これで北に向かってるはずなんですけどね、私はね。近づいてきちゃったね。キャストスペルね、 1B2、 ああもうウクラルスさんもそろそろレベルが上がってほしいな。1231でね、いきましょう。モルルさん一番遠いのかな。そうだね、一番遠いね。ああそうだ、ランさんがちょっと弱いんだ。キャストスペルで、ポインターね、ウエスト西に向いてんだね。あーこれか。でこう、じゃああれかな。はい、キャストスペル 1B2B ノーバディで1234かな。うん、やりきれたね。で、ちょっと魔法ね、戻しましょう。おー、よし、行きましょう。色変わった？西に向いてて色が変わったって、そんなとこないんだけど。あ、これか。ここにいるのか。しまった。いたらダメなとこにいるね。ということは、これをこっちに行かないといけないんだ。お、ワンクさん。トーク。極の魔法使いには気をつけろ。そうだ。あ、あらららららら。はい、スプリット。キャストスペル 1B2B ノーバディね。1234、もうここまでいったら敵の人もいても超えてるもんね、枠ね。あ、スピリットにはあんま効かないんだね、魔法がね。はい、アタックで1234で、はい、アタックね、1、2、3、1、2と。さあ、はよ女型だとすごいストレスがたまるね。これ今更なんですが、ランタンの魔法を使ってるとき、トラップ以外ではもう消えないのね、きっとね。で、私はここ、あららららららら。私、これだったら、あ、そうだね。今地図見てるんですけどもね、 1B2B ノーバディね。これだったら5 5 1 2 3、あーでもダメかな、やっつけきれないかな、人もいて低いけどね、E の敵がね。あーこれは無理だわ。ちょっとこの手の敵はあれなんだよね、魔法耐性がありそうなんだよね。はい、2 2 1 3 4と。はい、逃げていったね。逃げていくんだね、一応ね。一応逃げていくんだね、彼ら。で、ああ、こうだね。あ、色変わった色変わった？紫になったね、今度。あれ？キャスト、1ポイント、今、北に向いてるでしょ。ああ、北に向いてるね。で、ここで、黒い壁が出てこないので、黒い壁が出てこないので、ここと こっちか。どこいんのこれ。あれ完全に違う場所にいる。ほう。南に向いてて、全部で万字みたいなところは3箇所あるんですよね。まさか4箇所ある？いや、3、あ、4箇所あるのか、これ。え？いや、違うね、3箇所だね。うん。
自分のいる位置が完全に分かんなくなっちゃった。はい、キャストスペル 1B2B ノーバディね。3312にしましょうか。ああ、今回も何も見つかんないね。あ、魔法でやっつけれた。いいですね。上がったレベル。あ、来ないね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょう。なんだっけ？ファイアクリスタルね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。